言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、森森です。今回はですね、建築学生におすすめする典型素材のサイトについて紹介していきたいと思います。僕がよく使っているサイト2種類と有名なやつ2種類出して、合計4つ紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでですね、サイト4つ紹介していきたいと思います。まずはですね、僕がこれめちゃめちゃ好きなんですけど、読み方スカルグバーかな、多分そんな感じです。で、このサイトの何がいいかっていうと、人物の典型がめちゃめちゃあるんですね。で、もうどんどん見ていくんですけど、こんな感じでね、人めっちゃいるじゃないですか。で、これ何がいいかっていうと、これね、全部ピング素材なんですよ。だからですね、フォトショップに持ってくると、もう自動でこの人の状態で使うことができると。だからパースにこのままもう入れることができるっていう、もう最高なサイトやと思ってます。やった。で、あとね、おもろいんですよね、この素材の格好とか見た目がめちゃめちゃ面白くて、もう個人的にそれもめっちゃ気に入ってます。これとかめっちゃ面白くないですか、このホットドッグ食べようとしてるおじさんのやつとか、あとはなんかね、スキーでイエーイみたいな人もおったりとか、いろいろいますね。卓球とかね、どこで使うねんって感じなんですけど、でもそれ以外でも、普通に立ってる人もいますし、歩いてる人とか、自転車乗ってる人とか、いるので、結構ユニークなパースをかけるかなと思います。で、ダウンロードの仕方なんですけど、これはこの上にパーソル持ってきてあげたら、下にこのダウンロードマーク出てくるので、これをクリックしてあげればダウンロードが簡単にできます。またここから種類も選べるんですよ。子供だけ、チルドレンとかやったら子供が出てきたりとか、こんな感じで可愛いですね。子供だけとか、これとかめっちゃ可愛くないですか。このギター持ってて可愛い、めちゃめちゃ可愛いですね。その有名アーティストの幼少時代みたいな感じで、はい、ということで、そんな感じなんで、人物の典型は、このサイトがあれば僕はもう最高かなと思います。じゃあ次行ってみましょう。はい、ということで次ですね、次はですね、素材 .com さんですね。これはですね、樹木、植栽ですね、植栽がめちゃめちゃあります。これもさっきとご覧の通りなんですけど、もう木ばっかりあるんですよ。で、これもまたまたピング素材なんで、もうこのままパースに入れることができるという感じになってます。もう木ばっかりなんですけど、本当にもうすごいですね。もう種類もめっちゃあって、ケヤキもあったりとか、オリーブとかね、しだれ桜とか、いろいろ本当にあります。花水木とかもあるし、名前僕あんまりその木の種類詳しくないですけど、詳しい人やったら面白いかもしれないですね。こんな感じでいっぱいあって、で、他にもね、種類多分まだまだあるので、こんな感じでいっぱいあります。本当にこれもね、ぜひ見ていただいたらいいかなと思いますね。こんな、ヤシもある、すごいですね。これなんかすんごい長い感じなんですけど、ヤシもあったりとか、そんな感じなんで、ぜひ使っていただいたらなと思います。で、こちらもダウンロードの方法なんですけど、これですね、書いてますね。ダウンロード方法は画像をクリックから、星のフリーダウンロードをクリックすると。で、 ZIP ファイルを保存してあげれば保存できるよと。一回試しに押してみたら、こんな感じで画像クリックで、このダウンロードはこちらですね、これを押したら、ダウンロードができます。で、他にもですね、さっき言ったその、植栽やったら花もあるんですよ。これもめちゃめちゃすごくないですか。もう、フォトショーで結構ゴリゴリにパース描いたりとかいじりたい人は、もうこれ使ってあげれば、結構リアルなパースが描けるかなと思います。あ、ごめんなさい、空に飛んできましたね。空飛んであったんですけど、空の素材とかもあったりするので、ぜひね、使っていただけたらなと思います。じゃあ次ですね、有名な2つぐらい紹介したいと思います。はい、ということで、こちらですね、だいぶ有名やと思うんですけど、建築パース .com さんですね。もうこれ多分もうほとんどの学生が知ってるんじゃないかなっていうぐらいの、有名サイトになってます。で、こちらもですね、もう典型素材もういっぱいあるんですよ。で、パース素材一覧とか CAD データまであったりとかね。で、この上にホームで実践とか、パース無料ダウンロードとかコラムとかがあるんで、一回サイトを訪れてみたらいろいろいいかなと。で、今回はダウンロードの方を見ていくと、右側にですね、素材、建築パース素材無料ダウンロードって書いてて、いろいろここに書いているんですよ。システムキッチンがあったりとか、切り抜きの人物があったりとか、こっちは鳥があったりとかね、犬とか猫とかいろいろあるので、あとテクスチャーも壁紙のテクスチャーとか書いてあったりとかで、いろいろあるんで、本当にめっちゃ多いと思います。僕はあんまり使ってないですけど、使ってる学生さんもとかもめっちゃいると思うので、よかったらこちらも参考にしてください。はい、ということで最後ですね、こちら、ピクセルズさんですね。こちらは何のサイトかというと、写真、才能あるクリエイターがシェアする最高の無料の写真素材や動画素材ってことで、写真がめちゃめちゃあるんですよ。ランドスケープとか、
調べてあげて、ランドスケープで調べてあげたらこんな感じの写真出てきますね。こちらももう画質もいいですし、もう見た目もめっちゃ良くて面白いなって感じます。結構こういうの見てるだけでも楽しいんですけど、他にも調べるなら、まあ、例えばテクスチャー、さっき言ったテクスチャーを調べてあげたりとかするとこんな感じでね、まあ、この木の素材とかいいですね。他はちょっとなんか汚れたようなテクスチャーもあったりだとか、まあいろいろあるので、この前パース着彩の話した時にテクスチャーを最後上からかけてあげたら味が出るよって話したんで、そういうのもね、テクスチャーを調べてあげる時にもこのサイト結構使えるかなと思います。ほんといろいろありますね。ちょっとスクロール早いかな、ごめんなさいいろいろあるので、まあ、ぜひ見てあげてください。はい、ということで戻ってきました。まあ結構ね、写真とか、まあ典型素材とかいろいろあったと思うんですけど、好みのやつとか探してもらって、で、まあ自分の、まあ、パースとか、まあ全体のプレゼンシートとかに使ってもらったらなと思います。他にもサイトって多分めっちゃあると思うんですけど、まあ気をつけないといけないのは、まあ利用規約やったりとか、著作権やったりとかっていうところだけ気をつけたら、まあいいかなと思うので、まあ、どんどん使っていってください。それでは今回の動画は以上になるんですけど、まあ、これからもどんどん動画上げていくので、今回の動画良かったなと思えば、チャンネル登録と高評価の方お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。